綱川聡氏は、日本の実業家。株式会社、東芝取締役会長兼代表執行役、社長 CEO、日本インダストリアルエンジニアリング協会名誉会長、一般社団法人電子情報技術、産業協会代表理事兼会長、一般社団法人日本エレクトロニクス賞、協会代表理事兼会長、公益財団法人、 東芝国際交流財団代表理事権理事長。東京都出身。東京大学教養学部基礎科学科を卒業。1979年に東芝に入社し、医療機器事業に長く携わる。東芝メディカルシステムズ、ヨーロッパ社、東芝アメリカメディカルシステムズ社と海外に駐在した。あと、1999年に東芝に戻り、 医療システム社海外営業部部長に就任。2004年に東芝アメリカメディカルシステムズ社社長、東芝アメリカ MRI 社社長に就任。2008年に東芝メディカルシステムズ取締役常務に就任。2010年に代表取締役社長に就任。2013年に東芝ヘルスケア事業開発部部長を兼任。 2014年に執行役上席常務に就任。2015年に代表執行役副社長に就任。2016年には室町正史の公認として代表執行役社長に就任。2019年に日本インダストリアルエンジニアリング協会会長に就任。2020年には東芝取締役会長に就任。2021年には車谷投賞に代わり。 代表執行役社長を兼務となった。ありがとうございます。